ボディ製作その3、マスキング編です。日産 R35GTR バンデムです。窓やライト部、塗り分ける箇所のマスキングをしていきます。ラインに沿ってデザインナイフではみ出た部分を切り出します。窓枠を黒で塗り分けるので、ベッドマスキングします。インタークーラーを塗装で表現します。
テールレンズの内と外を塗り分けるため二重にマスキングします。油脂やホコリを拭き取ります。塗装しやすいように持ち手をつけます。最終確認します。今回は以上です。次回に続きます。